こんばんは、市議会ワンバンコワンバンコ市議会議員の長谷川由美です。今日も毎週木曜日ということで、間もなくですね、湘南座の20周年、あ、バッチリ見えてます、ありがとうございます。そう、今日もね、6人も来てくださっていますね、ありがとうございます。ちょっとですね、お手伝いをいただいている藤川さんが他でということで、今日は一人で放送をしていますので、パソコンからこんな感じでパソコンからやっていますので、ちょっといつもよりは綺麗じゃないかもしれませんけれども、よろしくお願いします。放送準備にメリークリスマス、メリークリスマスってもう来たんですけれどもね、ほら、藤川さんお大事にということで、はい、お大事にしてくださいね。いきなり寒かったですもんね、今日、今朝。そう、それこそ藤川さんのフェイスブックを見ていたら、なんだっけ、朝いきなり寒くなったみたいな書き込みがあって、ふっと横にいるうちのにゃんこを見たら、ここ何ヶ月かないくらいね、ぐるんと丸まってましてね、やっぱり寒かったんだなって。そろそろ猫も丸々季節になったということで、メリークリスマスというコメントもいただいているのでしょうか。ワクワクドキドキ、あ、ありがとうございます。あ、藤川さん見ててくれてるんだ、ありがとうございます。で、ズキズキっていうコメントをいただいてるんですけどね、誰かどっか痛い、大丈夫ですか。はい、そうですね、はい、というわけでですね、今日も始めさせていただきました。大丈夫か、そうね、はい、ちょっとね、後ろテコテコしてますけれどもね。そしてまず今日最初に、皆様に、お話をというかお礼を言いたいななんて思っていて、今ね、7人の方が見てくださっていますけれども、この中で私のフェイスブックを友達になっていらっしゃる方もいると思うんですね。でね、ちょっとわさび抜きのお寿司の画像と一緒に、なかなか辛いこととか苦労したことをフェイスブックに駆け込めないんですよねって、それってあんまり自分が大変になっちゃうよねなんていう書き込みをしましたところ、本当に多くの方からいいねをいただいたり、励ましのコメントをいただきました。もうちょっとね、今度はね、それが嬉しくて、なんてお答えしたらいいかわからなくて、まだちゃんとコメントのお返しをできてないんですけれども、本当に嬉しいことだなと思っております。そしてまた今日はね、ツイッターの方でね、このゆみチャンネルやるよっていうことを伝えましたら、多くの人にリツイートいただきました。こちらもありがとうございます。そんなこんなで、なんとなんと明日、明後日、しあさって日曜日が湘南座20周年記念真夏の夜の夢舞台が迫っておりまして、稽古をしているがために22時30分からとなっております。こちらの方ですね、ご案内をしたところですね、お問い合わせの電話をいただいたりとかして、整理券は配るんですかとかさ、いっぱいになっちゃったら立ち見ですかみたいなことをいただきましてね、とってもありがたいんですけれども、茅ヶ崎市民文化会館はなんとなんと1400人のキャパ、いっぱいになったら嬉しいな。見ている、あ、10人来ていただいている皆さん、どうぞ10月20日17時30分から茅ヶ崎市民文化会館大ホール真夏の夜の夢来てみてください。稲川淳二が出そうなタイトルですな。うん、っていうかこれはカノン、シェイクスピアの名作でございますよ。ミッドサマーナイトドリームですね。はい、無料、そうです、無料です。そう、そういうお問い合わせもいっぱいいただいてます。これ本当に無料なんですかとかね。あとはですね、私の市政報告の、じゃん、新しいチラシが出来上がりました。こちらも、皆様にまた何かのチャンスにお渡しできたらなと思いますので、道端とかで見たら声をかけてくださいね。お、こっちに映るのか、こっちだよね、こっちに来れば映るんだ。お、お、ここ、ここです。あ、こっち、あ、PDF 版あります。そうだ、PDF を Facebook に載っければいいよね。ありがとうございます。なんでそんなことを気づいていないんだろうか。なんでこんなにじわじわってなっちゃうんだろうか。これもできましてね、これを一緒にお送りしたところですね、真夏の夜の夢に行くと、みんなの塔に入れって言われないですかっていうお問い合わせをいただいちゃってしまいました。でも、そんなことはありません。真夏の夢は普通にお芝居ですので、みんなの塔に勧誘をしたり、
長谷川由美に投票してくださいなどという事前の選挙運動にあたるようなことはいたしません。本当にお芝居を楽しみにぜひ来てください。彼女と初デートで見に行くね。本当すごい。もしかしあのぜひぜひぜひ来てください。楽しみにしていますっていうか、もし、私と会っても差し支えがなかったらお声をかけてくださいね。全部で、休み時間も入れて2時間半ぐらいのお芝居になりますけれども、終わった後はロビーに行って皆様をお送りをいたします。そしてね、この新しいチラシの方では、このニコ生も、宣伝をしていこうということで、こうしたら見えるのかな？見えないか。あ、じわじわしちゃってるね。このね、四角い枠の中にニコ生の宣伝も入っています。はい、ユミちゃんは何役？はい、真夏の夜の夢を知っていらっしゃる方はわかるかな？ハーミアという役です。真夏の夜の夢は、ハーミアに婚約者がいるんだけれども、他の人と、恋愛恋に落ちてしまって、それをお父様が見とがめて罰せられそうになったところを駆け落ちをするというところから始まりますね。そして迷い込んだ森で慌て者の妖精パックに魔法をかけられたりして、てんやわんやの大変なことになるというお話でございます。こちらの方はですね、ハープが出たり、ノアバレーさんが出たり、そうそう、これはね、この間ね、レディオ湘南さんでも紹介をしていただきました。先週のタオニュースさんにも出していただいたり、トコトコ湘南さんの方にもアップをしてくださっていますので、そちらの方なんかもなんかチャンスがあったらぜひ見てください。はい。そして、はい、こちらに話が戻りますと、今回の、私の施政報告、タイトルとしてジンクジンクっていうのをつけてるんですけど、ジンクって聞いてわかりますか、茅ヶ崎の皆さん。そういうタイトルをつけた施政報告、茅ヶ崎市議会書簡っていうタイトルをつけたりなんかして、私の活動のご報告をしているものです。こちらにはニコ生のお知らせと、それからエボシーワに行ってみたということで、9月7日にエボシーワに行った時のことや、あるいは9月の議会の時にね、発言した内容などを載せさせていただいております。 PDF 版ないのっていうね、あのご指摘をいただきましたので、あるので Facebook の方に載せます。ぜひご覧になってください。それから祭りのジンク、そうそう、祭りのジンクっていうか、浜織祭の時とかにね歌われますね。そもそもは漁師さんの仕事歌、仕事の最中に歌う、歌だったようですけれども、今は浜織祭の おみこしさんが出るとき、あるいはおみこしさんのね、もうすぐ例大祭、そうそう、20日はさ、中海岸神社の例大祭なんだってね。残念ながら中海岸神社のみこし会の皆様にはお芝居を見ていただくことができません。でもこればっかりはね、市民文化祭の一環で、去年のうちに、もう日付が決まってしまっているのでね、仕方ないかななんていうところでね。たくさん入ってきていただいてありがとうございます。そして文化祭のことなんかでね、今日お伝えをしたいのがこれ。今日はなかなかあんまり画像が、こういうものがチラチラしちゃって、あ、落ちた、これは綺麗に写りましたね。茅ヶ崎まるごとふるさと発見博物館手帳っていうのができました。こちらはですね、エコミュージアムっていう考え方、町にあるものすべてが、町の資産であり、それを巡ることがもう博物館と同じであるっていうような考え方に基づいて作られたものです。この中にはですね、いろんなイベントが紹介をされているイベントカレンダーっていうのがありまして、この中に文化祭も真夏の夜の夢も入れていただいています。画像が乱れてもじっと動かさないようにしていればはっきり映るようになりますよ。あ、そうなんですね。はい、じゃあちょっとしばらくこういう感じ、私が見えるとダメなんだ。あ、本当だ、合うんだね、動いちゃう。はい、こんな感じでね、イベントカレンダーに茅ヶ崎市内で開催されるさまざまなイベントの様子を載せてあるということなんですね。 OK ありがとうございます。お芝居も見たい。今週滋賀県彦根でゆるキャラ集合します。エボシーマロもお仕事で茅ヶ崎の宣伝に会えるが楽しみです。そうですね、マロちゃんね、今ゆるキャラグランプリに、エントリーをして、
33番、サザンにちなんで33位を狙って頑張ってますね。皆さんもね、ぜひ、ゆるキャラグランプリエントリーをして、ポチッとしてあげてください。それ欲しい。あ、これですね。これ、今、市役所とか公民館で配布をしています。5000部しかね、で作ってないからね、ちょっとお早めに行った方がいいと思います。で、これね、何が、今日紹介したかったかっていうと、例えば私は芝居をやってたりしますよね。そうすると切実に感じるんですけれども、茅ヶ崎市内で行われている文化祭であるとか、そういう文化芸術、あるいはスポーツの案内っていうものを学校にもしたいですよね。小学校とか中学校とか高校、そういったところの皆さんにも、ね、やっぱり知っていただきたいって思うんだけれども、なかなかそれがうまくいかないんですよ。というのも、学校には山のような情報が入ってきて、先生たちもどの情報を学校からこう同じの提供していいのか、児童や生徒さんに提供していいのかっていうのを選別するのがなかなか難しいっていうようなこともあり、市内のこうした活動っていうものをどうにかもっと、伝えていけないのかっていうようなことを私は議会で取り上げたことがあるんですね。その時にその代表格として、紹介をというかお答えを回答いただきましたのが、この七ヶ崎まるごとふるさと発見博物館事業エコミュージアムの考え方だったわけです。で、これは教育委員会が出しているものなので、まあ、市として出しているものでもありますし、そういった意味では実はまあこれね、5000部しか作ってないんだって。だから5000部しか作ってないと学校にはとても行き渡らないんだけれども、こういったことが突破口になって学校の行ってる子どもたち、生徒さん、児童さん、そして、まあ、高校は県立だからちょっとまた違ってくるんですけれども、いろんな人に情報を伝えていけたらいいなって思います。それはね、Facebook でもインターネットでもできるのができればいいんですけれども、こうしたね、紙のものっていうのもやっぱりまだまだ使っていければいいんだと思います。そういったものも PDF で配布すればいいのに、配布が学校の場合ね、ちょっと難しくて、例えば学校でダウンロードしてもいいよ、してくださいって言って出すとするじゃないですか。でもそこから先に生徒や児童さんに渡るかどうかっていうのは先生の、校長先生の裁量になるんですよ。で、なかなかね、そこがね、突破できない。難しいところですね。茅ヶ崎で生まれ育った皆さんは、なんだっけ、私たちの茅ヶ崎っていう本があったのを覚えてますか？小学校とか中学校で作っているもの、使っている、社会科とかで使っている教材なんですけれども、このね、私たちの茅ヶ崎もね、PDF 版っていうか電子版があるの？あったよ。何？校長。そうそう、校長先生が結構裁量権があるのよ。で、あったような、これ私たちの茅ヶ崎ですよね。そのね、私たちの茅ヶ崎っていうのは、基本的に教材として作られているので、学校の中でできている、ネットワークの中からは見れるんだって。でも一般には公開されてないわけ、今度は。学校の中で見れる資料で茅ヶ崎のことがたくさん書いてある資料であるにもかかなんだけれども、教材なので学校以外の、例えば私であるとか、皆さんであるとかが自由にそのデータにアクセスすることができないんですね。これはちょっとすごく私はもったいないことだと思っていて、これも、やっぱり、もっとね、広く公開していってほしいな、っていうふうに思っていまして、これも質問したんです。そうしたところ、これはね、逆に著作権の問題があるということだったんですね。まあ、茅ヶ崎市の教育委員会がやっていることなので、教育委員会で、これからぜひそれを調整いただきたいという要望を出していますけれども、せっかくその茅ヶ崎のことがたくさん書いてあるものが市民の手に届かない、市民が見れないってちょっともったいないと思いませんか？あったような、もっと作らせればいいのに、これでしょ、5000部ってやつ。だからさ、実はこんなに立派じゃなくてもいいからさ、もっといっぱい作ればいいのにねって私も思った。だって教育委員会が作ってるんだったらさ、これぐらいさ、学校中でさ作ってほしい。税金で作られてるんでしょ。そうですね。だから有効に活用しなければいけません。なるほど。わらばんしでもらったような、私たちの茅ヶ崎のことですよね、これ。わらばんしよりね、なんかね、とってもね、立派だよ、立派だよ。
ちょっとここ離れてもいい、ちょっとだけ離れてもいい、向こうの部屋に行くと私たちの茅ヶ崎が本棚に入ってるんだけど、大きな声で喋りつつ離れさせていただきます。ちょっと待っててね、皆さん皆さん、ちょっと待っててね。よいしょよいしょ。大きな声で喋っていると聞こえるんだろうか、そして本棚ですぐに私たちの茅ヶ崎は聞こえるんだろうかという問題はある。あったかも、あった。よいしょよいしょよいしょ。ただいま。聞こえます。どうぞどうぞ、いいよ、税金で作っていいものだと思うでしょ。笑う笑う。聞こえます。何これすみません、聞こえた聞こえた。待ってます。ただいま。はい、こちらが私たちの茅ヶ崎、副読本っていうのかな。これは中学校用のものですね。2011年度版になっています。でね、今はね、こういうね、紙で配らないで学校で先生がダウンロードして使うデータをみんなで、アクセスして使っているっていうことなんですが、この中にある茅ヶ崎の民謡だの、茅ヶ崎の歴史だのっていうような、もう本当にね、茅ヶ崎に特化した本なわけですから、こういったものがみんなで見れないっていうのをさ、ちょっと寂しいじゃない。空撮、あ、そうだね、これは空撮ですね。はい、図書館にあるよね、郷土史の棚に。あ、そうですよね、図書館に行けば見ることができます。で、私がもっとこれをね、活用してもらいたいっていうのの一つに、茅ヶ崎はまだまだ流入人口の多い町じゃないですか。たくさんの人が茅ヶ崎に引っ越してくるっていうわけですよね。なので新しく来た人がね、茅ヶ崎のこと知りたいなって思った時にさ、図書館に行ってさ、郷土史の棚まで行ってさっていうのってなかなか大変なことだと思うんですよ。で、こういうものが、ネット上で見れたらやっぱりいいんじゃないのかなって思うんです。で、著作権の問題はね、それは本当に重要なものなので、それをクリアしなきゃいけないっていうのはわかるんですけれども、それをクリアしてくださいというのが私の意見です。どこどこ、なんでなんで、図書館にあるよね。なんでなんで茅ヶ崎市民が見れないの、わけは、これのことですよね。インターネット上で公開がされていないんですね、このデータについて。例えば PDF みたいなものが見れたらいいなと思うんだけど、それはされていない。なぜかというと、著作権の問題があるからっていうことなんで、そこを、クリアしてほしいと私は市に意見を申しているところです。そういうものこそ広めたらいいのに。そうでしょう。その需要は非常に多いに、茅ヶ崎のことを知りたい人たち、そうでしょう。やっぱさ、ここに来てさ、ここがどんな町なのかなとかね、本当に山しかなくて、開かれた町だったら、そんなんじゃないかもしれないけど、まあ別荘文化があったりしてね、100年ぐらい前から文化人が多く住んでいたりとか、あるいは、こうほら、エボシーワだってさ、砲撃されちゃったとかさ、いろ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 あるわけじゃない。だから、そういうことをね、知りたいって思った時に、お手軽にインターネット上で見れることっていうのは非常に重要だと思っています。どこがそういう、著作権を保有しているの、茅ヶ崎市教育委員会です。こちらは茅ヶ崎市の教育委員会が発行しているものです。これは、まあ、今だから見るとしたら、図書館に行く、あるいは、教育センター、茅ヶ崎市教育センターっていうのが梅田のところにあるんですけれども、そちらで売っているっていうのが現状でございます。でね、教育委員会とさ、普通の市の文化障害学習課とかね、そういうところとかがね、こういう茅ヶ崎まるごと発掘博物館なんかだと共同でいろいろと作業をしていますが、なかなかね、分離してるっていうのがどうしても私には思われてしまって、そこをもっと連携を密にして市民に有効な情報、そして広めなければもったいない情報をどんどんと発信してほしいと思っています。一元化すればいいのに、これはきっと教育委員会と市の普通の所管の何々かとかそういうところだと思うんですけれども、まあ、教育のね、独立性を保つっていうことは非常に重要なことだと思うので、その意味では簡単に一緒にするっていうのも、また単純に一緒になっちゃえばいいかなっていうのともまた違うかなっていう気はするんですね。ただ今ほら、
ね、モンスターペアレンツとかってよく言われるような親御さんっていうのもいらっしゃるじゃない。例えば私は給食は給食費を払って食べるものだからいただきますって言わなくていいっていうとかっていうのがあるんです、あると思うんですけど、それはダメでしょって思っていますね。それはないでしょって思っています。で、ね、そういったね、そういうところに引っかかってしまう親御さんたちに対して、例えばこういう情報を、ね、流した時にそれは本当に有効じゃないとかね、いろんなことがあるんでしょうきっと。そして学校にはいっぱいいっぱいたまんない、もう先生たちもたまんないようなね量の情報が来るんだと思うの。営業から、教材の営業から始まって、だからそれを選別するのが大変だし、なかなかいろいろな情報を流せないっていうのもあるかもしれないんですけれども、せっかく市内にたくさんのイベントがあって、しかもねお安く、まずあるいは無料で、私たちの今度の大ホールの公演は無料ですから、そうやって楽しめるものがあるのに伝わらないっていうのはもったいないことだと思っております。それは違います。さっきのいただきます言わなくていいって話ですね、きっとね。いるんだよ変な親。そうなんですね、きっとね。中にはね、あ、キーボードの左、あ、これマイクの上に資料置いてない MacBook Air だったらキーボードの右上がマイクかな。今バタバタっと閉めてみましたが、聞こえは良くなりましたでしょうか。キーボードの左上、こっちなのかな。あ、ここにさっき置いてた、すみません。そう、常識守らなければですよね。はい、ちなみに私の、メイン PC は今 MacBook Air でございます。いるんだよ。あ、これ実感こもってる感じのコメントですね。いるんだよクレーマー親。あ、ここだけ放送したりしないでね。それは信教の自由じゃないの、イスラム教とかじゃないの、断食とか、いただきますって言っちゃいけないっていう話。お金を払ってるからいただきますって言わなくていいっていうのは宗教じゃないと私は思うな。単にね、自分がそのイスラム教とかある神様なり信じてるものがあって、それは食べ物についていただきますと言ってはいけないというのがあるのだとしたらありだと思います。ただお金を払っ、給食費を払っているから言わなくていいんだっていうのはないと私は思います。命をいただきますだもんね。そう、いただきますってすごい素敵な言葉だなって私は思っています。イギリスに行った時にね、ユミたちの国ではご飯を食べる前に何て言うのって言われて、いただきますって言ったね。で、それはどういう意味なのって聞かれて、私一瞬ちょっと戸惑ったんですよ。普段いただきますっていうのがどういう意味かなんてあんまり考えたことがなかったから。でもそのフードにね、私がこれからいただくフードに対して関わった全てのもの、全ての命、全ての人たちに感謝をする言葉なんだっていうふうにお答えをしました。命をいただきますだもんね、その通りのお答えをしました。ところ、私のホストファミリーはとってもいい言葉だねと言ってくれて、それから、私がいる間だけだったと思うんですけれども、食事の前にはみんなでいただきますって言おうねって言って、いただきますって言い続けてくれました。いただきますは日本が世界に誇れる感謝の言葉だと思います。常識、マナーの問題ですよ。そう、道徳、当たり前、なるほど、ね、そう思うんですけど、なかなか当たり前じゃないっていうさ、ことじゃないよね。いただきますは、作ってくれたまんまんと、作物を生産してくれた陰で日本の食を支え、活躍してくれてる人たちに対して、そうですね。いただきますとかおもてなしを世界の言葉に、あ、確かに、これはもしかしたら東京オリンピックがすごくいいチャンスになるかもしれないですね。私も、いただきますとかおもてなしっていう言葉、大事に発信していきたいなと思います、ね。そしてね、今ね、少しすごくちょっと気になっている言葉があって、お話をすると、感動を与えるとかね、癒しを与えるとかね、与えるじゃないよなって私は思っています。食べ放題とかって食育にすごく悪いよな。さ、食べ放題さ、持ってきたものをさ
ってきた、自分で食べ放題で取ったものとか持ってきたものを全部食べるんだったら、ちゃんと全部食べるんだったらそんなに悪くないと思うんだけど、取っておいてめちゃめちゃ残すとかね、持って帰っちゃうとかね、そういうのは良くないと思う。コメントメンバーレベル高いぞ、すごい。ん？今止まってる、大丈夫かな。でもそれ憲法の判例であるよね。憲法の判例、ここ、あ、給食の話、今何の話、何のこれにつながったかな。あはは、大丈夫ですよ、ありがとうございます。あと残り5分となってしまいました。そしてね、私がこの秋にさお話をしていたことの中に、地域の運動会に行ってみると結構面白いですよって話したじゃないですか。はい、この間の日曜日行ってきました。これも Facebook にあげましたが、もらいました、リンゴと蜂蜜のバーモントカレー第2位というのしがついていますけれどもね。そう、2位、ありがとうございます、私は災害町に住んでいるんですが、自治会ごとの対抗の障害物リレーに出まして2位になりました。で、これ大きいのよ、リンゴと蜂蜜バーモントカレー中辛12皿分カレールーをもらっちゃった。もらっちゃったのでですね。はい。これをどうやって食べようかと悩んでおります。あ、逃げやがった。マジでマジで。エホバの証人、剣道拒否事件とか。あ、さっきのあれね、裁判の判例でもある、それ憲法の裁判の判例でもあるよねっていうのね。それで挨拶をするとかしないとかっていう話のところですかね。マジでマジで、逃げやがったって言われても困るな。逃げやがったって言われても困るな。はい。そうですね。はい。こんなのをいただきました。そして我が幸い町は、全部の総合得点で3位になったそうでございます。地域の運動会は今年はね、終わっちゃいましたけれどもね。なんだっけ。地域の信仰を深めるためのものでもあるので、ぜひぜひチャンスがあったら遊びに行ってください。じゃあ、ニコ生のオフ会でカレーを振る舞おう。これ ?12 皿分。ユミちゃんが振る舞うと賄賂になっちゃうね。そうだね、賄賂になっちゃうかな。不特定多数にカレーをあげたら賄賂になっちゃうね。じゃあ、カレー、なんか、若干、そうね、ニコ生のオフ会足りないよ。確かに、今日もね、今26人の方にも見ていただきましたね。このニコ生始まってから結構ほら、100何人とかっていう日もあったりして、総入場、来場者数が、1000を超えましたね。おかげさまで。どんどん見ていただきたいなと思って、今度のチラシなんかにも取り上げております。それから、なんか法事も拒否するぞ、エホバ君は。まあ、そうね、宗教のことでも、あるからね、宗教を信じてる人はどうなんでしょうね、止められないっていう部分ありますよね。来場者数、役者なのに言えないのはどうですかね。近頃、気に入っている早口言葉は、なんだっけ、炙りカルビを10回言う。皆さん言ってみてくださいね、結構難しいです。アルビカブリじゃありませんよ、炙りカルビです。炙りカルビと10回言ってみてください。結構これが難しい。カチュゼチュが弱いな、悪いな。すみません。役者のくせにね、カチュゼチュ悪いですね。炙りカルビ、そう、炙りカルビを10回言うのは結構難しかったりします。ちょっと湘南道で流行らせています。炙りカルビ。そして、あともう一つは、三菱パジェロ全車種。全車種標準装備、三菱パジェロ全車種標準装備というのも流行らせているところでございます。はい、そして市議会的に言うと、明日は全員協議会っていうやつで会議があります。月に1回あるもので、今進めている事業などについての報告があります。その中に私が注目をしているゆかりの人物館、長崎ゆかりの人物館なども入ってくるので、明日の会議ではしっかりと発言をしていきたいと思います。言えた、言えた人がいる、おめでとうございます、ありがとうございます。お席頑張ろう、ありがとうございます。また来週よろしくお願いしますね。おつー、解散、確かにまた来週です。来週は公演も終わってるので10時から。